こんにちは、伊藤靖子です。今日はですね、ご存知ないかもしれない着物にマッチする草花の世界についてお伝えをしたいと思います。皆様はお着物をお召しになると、和風の生活に憧れますよね。その中にお花というのも出てくると思うんですね。お花を生けて、例えば畳に座って掛け軸をかけて、そんな生活がしたいわと思われる方多いと思います。ではお花と考えた時に、お花屋さんに行きますとたくさんお花が売っていますので、買ってきていけるんですけれども、そのうちにだんだんですね、あれ、洋花が多くて日本の雰囲気がする和花はどれかしらっていうふうに思われるのではないかなと思います。私そうなんですけど、床の間があったり掛け軸があったりしますと、そこにダリアとか百合の花っていう洋花もいいんですけれども、もっとこう和風のお花が必要だわ、それがあんまりお花屋さんに売ってないのね、ということに気がついてきたんですね。じゃあどんなお花だったらいいのということを、長年の着物生活の中で考えて、その答えを私なりに導き出してきて、それを植えて楽しんだりしていたんですけれども、それはですね、山野草という草木のお花の分野がございまして、山の野原の草って書くんですね。山に生えているような自然のお花なんですね。でその中に和の生活に合うような優しいほんわかしたような草木がかなりあるんですね。そういうものが着物を着るような和風の世界にはとてもよく合います。ですから私はそういうものをお花屋さんで買ってくるわけにはいかないんですね。それから例えばそういうものを売っているお花屋さんがあるにしても、買ってくるとまたすぐなくなってしまいますでしょ。これだとどうしようもないなと思ってベランダに植えたり鉢植えをしたりして自分で育てるようになったんですね。その鉢をこのようにしてお部屋の中に入れたりもするんですけども、ちょっと切って花瓶に挿して机の上に置いたりするようなことを楽しんでおりました。そんなことを今日はお伝えしたいと思います。今日のお花をご紹介しましょうか。これはですね、斑入りの風地草、そしてゼラニウムの一種なんですね。紫のお花はゼラニウムです。ゼラニウムって言いますともっと大きなお花が多いんですけれども、山野草の中で育っているゼラニウムで、とても花つきが良くてよくお花が咲きます。それから風地草は冬にはこう枯れたようになってなくなってしまうんですけれども、春になると出てきて、それからどんどん増えて風になびいて大変綺麗な葉っぱです。それをこれは寄せ植えをしているわけですね。他のものも少しご紹介いたします。もし皆様がそういうものにご興味がありましたら、探してみられたらよろしいと思います。山野草という分類でインターネットでお探しになると、そういうものも手に入れられるのではないかなと思います。大きな花がどんと咲くということではないんですけども、葉っぱが優しい、そしてそれが日本的な風情がありますし、着物を着るような生活、それからお客様がいらっしゃる時にちょっとそういうものがあると、あれは和風で素敵ねっていう風な雰囲気もいたしますので、着物ライフにはお役に立つのではないかなと思います。これらも山野草の一つですね。この右の方は大文字草というものでお花が咲きます。そして左はカラーリーフです。だんだん伸びてきましたけれども、これは寄せ植えを楽しむようなものですね。そしてこちらはですね、私が時々 YouTube の撮影の時に後ろに置いたりいたしますけれども、トクサというものなんですね。トクサはこのようにまっすぐな葉っぱが伸びているだけなんですが、これはこれで面白いと思います。この大きな入れ物はお花を入れる花器なんですね。花器に土を入れて石を入れて、私はトクサを植えております。時々お部屋に入れてお花の代わりに楽しんでいるというようなことになりますね。そしてこれはモミジですね。モミジはどんどん大きくなるんですけれども、その葉っぱを少し切って刺しているだけで和風の雰囲気になります。暑くて葉っぱがちょっとチリチリしていますけれども、モミジは大好きです。冬にはなくなってしまいます。
なんか葉っぱが落ちてしまいますが、春には針葉樹で若い葉っぱが出てまいります。こちらはサボテンなので山野草とは全然違う洋風のものになりますが、このように植木鉢ではないんですけど、一番左はお味噌の入れ物ですね。お味噌の入れ物に刺しておいたらどんどん増えてきたです。で、真ん中は先日月下美人のお花が咲きました。こちらもどんどんサボテンが増えてきましたね。ということでインテリアに使っております。はい、このようにしてお着物を着る生活というのは、周りのものにも意識がいって美しく調和させるようなことができるといいなというふうに考えてきますよね。ですから着物を着るっていうことがライフスタイルに少しずつ影響を与えていく、その中に喜びを見出すっていうことでもありますので、お着物は本当に楽しいですね。ここに掛け軸がございますけれども、この掛け軸は掛け軸として買ってきたのではないんですね。私はもともとお軸がとても好きでいろいろ持っていたんですけども、掛ける場所が重要ですよね。大きい床間があるときは大きい掛け軸を掛けていたりするんですけども、床間がなくて洋風の壁とかになってきますと掛けるところがあんまりないですよね。スペースがあってもここは使いますとか、ここは釘が打てませんとかっていうこともありますので、掛け軸が掛けられるところに今はちょうど合うサイズのものをかけていますが、これは掛け軸として売られていたものを買ってきたのではなくて、私の書道の先生が書かれた私の大好きな仮名なんですね。その仮名をお軸として表装していただいたんです。そして文字の雰囲気に合うような色や雰囲気で表装していただいたものをかけております。ということで、お軸も楽しむっていうことも時々しております。皆様の着物ライフの中に何かお役に立つヒントがあれば嬉しいです。今日の着物クイズです。風知草とは風を知る草と書きます。丸か×かどちらでしょう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。